ピッカリ高木です。ピカーン。バンド練習で喉痛めちゃいました。すいません。この間、マロニエル TV で肝試し企画があったんですけども、ナッパさんめちゃくちゃ面白かったと大好評でした。ありがとうございます。そしてご一緒させてもらったビーデルさんに、リアクションめちゃくちゃ面白かったって言っていただいたんですけども、ビーデルさんの方が全然見られてるっていうね。そしてですね、この企画はですね、僕とビーデルさんとラリーツさんで、一番ドラゴンボールを集めれなかった人が罰ゲーム。ということで、罰ゲームがね、めちゃくちゃ怖いって聞いてて、めちゃくちゃビビってたんですけども、罰ゲーム、MC のミューラーって言われて、もうミューラーさんめちゃくちゃビビってたじゃないですか。あれガチで誰も聞いてなかったんですよ。そしてですね、罰ゲームは学校の行動の地下って言った。絶対に怖いに決まってるじゃないですか。そしてあの日はですね、遅い時間に待ち合わせして、そして暗くなるまで待ったんですけども、なかなか暗くならなかったんで、結構遅くなっちゃって、終電ギリギリになっちゃったんですよ。なので僕ら着替えもあったから、三浦さんまだ戻ってきてないですけども、先にエンディングを撮って、先に着替えてたんですよ。そしたらそこに三浦さんが戻ってきて、見てないんかいって言われました。ふにゅーこいつがおいらの神チェーブ。この中にチャンネル登録するのにひよってるやついる？いねえよな！チャンネル登録すんぞ！ああ！